流しはギター、アコーディオンなどの楽器を持って酒場などを回り、客のリクエストに応えて、客の歌の伴奏をしたり、時には客のリクエストになど応えて、自らの歌を歌う者の,のことである。流しのレパートリーは演歌ばかりではないが、その中でも演歌専門で歌っているものは演歌詞とも言うことがある。昭和初期演歌詞は、 バスへの夜店や縁日を借りて細々と余命を保っていたが、街頭でバイオリンを節々と弾きながら歌う方針を、改めカフェなどで流すようになった。また、歌本は売られていたが、演奏と歌が主流となって、ギターやアコーディオンなどが使われ、2、3人組で演奏するようになった。そして、夜の街酒場で店を移動する各紙になったことから、流しという故障が定着した。 なお、別の業種でも、客を求めて移動する者は、流しと呼称される。夜の熱海温泉の旅館街で歌いながら立ち引きする、ギターとアコーディオンの流し。昭和28年の映画、東京物語より、流しは、ギターと歌詞本を持って飲み屋を回り、客の歌の伴奏を務めたり、またリクエストに応えて、歌を披露する。1970年代前半まではカラオケが、 まだ普及していなかったため、流しには需要があり、人気も高かった。最盛期には新宿だけで100人を超える流しがいたと言われる。しかし、カラオケの飲み屋への普及とともに、流しは急速に減っていった。カラオケと違い、ギターなどの生身の伴奏であるので、客がリズムや音程を外しても、伴奏の方が客の歌に合わせる。したがって音痴には、 流しの方が歌いやすい。また、常連になると流しが歌い方のアドバイスをしてくれることもある。また、自らの歌声を聞かせる流しも多い。流し出身の有名歌手には演歌歌手が多いが、実際の流しのレパートリーは演歌ばかりではない。文化、フォークソング、歌謡曲、洋楽、あるいは J p o p など、基本的には流しが回る。 店の客層に合わせて、レパートリーを持つ。ただし、流しにも、流しの客にも中高年が多いため、夏メロが中心になることがほとんどである。北島三郎、五木博士、厚見次郎、岡井などが、流しから、プロの歌手になった一例である。また、遠藤実は、流しから、歌手となり、作曲家になった。ありがとうございます。